です。シャルルピアノ中級サビ2動画の5になりますね。19から22です。右手左手と両手で合わせる練習をしていきます。小節目から今日練習するパートまで一度弾いてみます。説明していきます、右手ですね。1番でファ、こっから始まります。こうですね。もう一度いきます。はい、では次いきます。次21、22ですね。ここは今までのフレーズとほとんど一緒です。最後だけちょっと違いますね。これまでにやってきたフレーズと一緒ですね。はい、では次21、22いきます。ここもまあ一緒っちゃ一緒なんですけども、こうですね。はい、ここに右手を乗せながら今日は練習していきましょう。では両手で合わせる練習ですね。まず19、20いきます。次から右手入れていきますね。こうです。もう一度いきますね。はい、このようになります。では次21、22小節いきます。ここはですね、最後右手だけ違うだけですね。ここでのポイント、ここはですね、19、20の、まあ、20小節のところですね。はい、この後です。この後右手がここのラに入ってきます。そして左手はですね、このように、若干ですね、こうクロスになるシーンが出てきますが、はい、この右手ですね、躊躇せずにグッとこう入り込むような感じでラーと弾いてください。今日練習したパートをこの動画が分かりやすかった、うまく弾けたという方はグッドボタンで押してください。ここまで弾けるようになったという方は次の動画に進んでください。